い、どうもプロボウラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はやってみたシリーズ第3弾ということで、2人で僕が1ゲーム投げたら何点いくのか、これをですねやってみたいと思います。最近はですね、よく左で投げることってないんですけど、昔は右と左のバランスを取るために左で練習したり結構してたんですけど、最近はやってないので、目標は150点を目指して頑張りたいなと思います。で、使うボールなんですけど、左で投げるとちょっとスピードが遅いので、ハイスポーツ車のスイープハード、プラスチックボール、スペアボールですね、を使って投げたいなと思います。ちょっと左のピンがですね、自信がないんですけど、ちょっと左のピンが残った時はバックアップで投げたりとかしていきたいなと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。よし、頑張ろう。
ストライプ出せるなら好きや、それを。ダブル出します。ダブル出すぞ。ということで、ご覧いただきましてありがとうございました。左で1ゲーム投げてみたんですが、目標の150まで7ピン足らず143という結果でした。悔しい。これちょっとね、後半感触がつかめてきたので絶対に次回リベンジします。で、次回は150ではなく170を出せるようにちょっと頑張りたいなと思います。なので、またこれからもやってみたシリーズやっていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。